なんか久しぶりですね。こんにちは。あ、どうも、はじめまして。皆さん、ちょっと、最初の道は寂しすぎてさ、アキラって言ったの。嘘、言われた。やばかった。リリース、リリース、リリース。アキラ、アキラちゃん。画面を見るとさ、すっかり秋ですよ。え、思った、めっちゃ暗くなったね。みんな秋っぽく揃えてきたよ。秋になったということで、今日の企画は逆再生おつかい。いや、秋ですね。秋だと思うんですよ、この企画は。逆再生といえば秋だよね。逆再生だね。おった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 。というわけで、逆再生おつかいをしていきたいと思うんですけど、まあ、わかりますか、ルール。わかります。いや、全くね、これ難しいと思うんですけど、まあ、逆再生の言葉で伝言ゲームをしてって、うん、最後の人がその伝言を伝えられたものを買ってくるっていう形なんですけど、まあ、例えば、おにぎりって言いますね。おにぎり、まあ、普通に再生したらおにぎりなるね。こちらを逆再生しますとエリギノ。イリギノ。イリギノ。そう、この逆再生のイリギノっていうのを伝言ゲームしてきて、どん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 伝えてって、最後の人が、まあ、伝わってきたイリギノっていうのをそのまま録音します。イリギノ逆再生するとおにぎり。おお、なるほど、なるほどって一番失敗ない。理解した。これ、こういうルールだから。してるわけないよ。っていうわけでね、やってって、買いに行く、買い出し係を6人中3人決めていきたいなと思っております。大事だからね。この3人目の人がちゃんと録音して、ちゃんと言えるかが鍵になってるから。じゃあ、どうやっていこうかな。じゃん負け、買い出し係ね。はい。3人で。いくよ。最初はグー、じゃんけんぽい。よっしゃー。よっしゃー。じゃあ、買い出し係は、ゆきっぺ、うち、ゴミちゃん。やっていきたいと思います。大丈夫かな、大丈夫さ、この3人。まあ大丈夫、キララいるからさ。まあまあまあ、うちは最後、どんなものが来ても修正して。修正。あ、言うやん。ちょっと待って。慶応義塾でそんな授業は。逆再生修正理論はない。逆再生修正理論ないから。もうまんま言うのが大事だから、この、あ、ええよ、みたいな。そう、もうマジニュアンス大事。アクセントとかめっちゃ大事だよ、これ。そう、だから、みんなで。頑張って。あと、あんま簡単すぎると分かっちゃうかもね。特におにぎりとかだと。オムライス、ビーフシチュー添えみたいな。絶対無理。優しくないな。絶対無理やって。それでは、並び替えていきまーす。レッツゴー。はい、それでは行きたいと思います。ミミ、ふさいでください。早速、私から行き、あ、イヤホンでした。すいません。すいません、どうもないです。全然耳塞がんやん、思ったらエアポッツでした。じゃあ行きたいと思います。おいしい牛乳。おいぬいしょ。韓国人でちゃん、これおいぬいしょ。おいぬいしょ。おいぬいしょ。おいぬいオッケー。うん、ずっと楽しそうっていうのは分かった。すげえ楽しそう。一生楽しそうだった。ウィニューリーしよう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 。頭おかしいやつだよ。まあまあまあ、ウィヌリーしよう。ウィヌリーしよう。オッケー、エンディブになるぞ。オッケー。ウィヌリーしよう。ウィヌリーしよう。オッケー。お。ウィヌリーしよう。なんかニョロニョロしてるな。なんかニョロニョロしてる。ウィヌリーしよう。おいしゅいにー。変わんなくね。おいしゅいにー。
こえん。おいしい匂い。匂い。おいしいミリリン。おいしいミリン。おいしいミリン。おいしいミリンだよな。おいしいミリンだよな。おいしくないミリン。おいしくないだろ、ミリンは。おいしいよ、甘くて。おいしいミリン。頼むで。頑張ります。頼むで。頑張ります。私のことを思ったら買ってこれるよ。じゃあ次は買い出し係、ゴミちゃん。はい、任せろー。厄災生は、あきまーす。じゃあ何にしよっかな。いくよ。ねえ、前がめちゃくちゃ言いそうなんだよね。頼むで。コンビニあるのしか言わない。なんか変なの付け加えちゃダメよ。なんかあのさっきのオムライスオムライスオッケーオッケーオッケー。ややこすぎる。千里眼とかだとでも分かっちゃいそうだから、ちょっと長めに。むずいむずいむずい。待って待って待って。生理講師、生まれ生理講師、生まれ生理講師。全然わかんないけど、これでいいか、これでいいか。めっちゃ笑ってるんだけど、何映っちゃうから。めまん生理講師。わかんないわかんない、こんな感じ。わかんない。メマリン生理コーション。メマリン生理コーション。コーション。コーション。メマリン生理コーション。メマリン生理コーション。オッケーオッケー。メマリン生理コーション。何？ね、なん、メマリン生理コーション。メマリン生理コーション。メマリン。メマリン生理コーション。メマリン生理コーション。コーション。コーション。メマリー生理交渉。メマリー生理交渉。交渉。メマリー生理交渉。メマリー生理交渉。メマリー生理交渉。早いな。すぐ。お正月練習。ネパールホーミー、オーシーネパールホーミー、オッケー、オーシーネパールホーミー、オーシーネパールホーミー、オーシー、オーシーネパールホーミー、オーシーネパールホーミー、オッケー、ホーミー、いいよいいよ、オーシーネパールホーミー、マジで予想がつかない、オーシーネパールホーミー、芋フラーメでしょ。え、芋フラッペにしよう。ベニ、はい、ベニしようってね。芋フラッペにしよう。あの、肝心なのは前半です。芋フラッペにしよう。芋フラベニしよう。芋フラベニしよう。芋の入り方さ、マジ北朝鮮の人みたい。芋。え、芋のなんか。なんかさ、最初にやったのが後に来てるんだよね。芋フラ、ベニしよう。芋フラベニしよう。だから芋フラッペにしようやろ。なんだよ。じゃあ待っていきましょう、うん、はい、次は答え合わせかな。答え合わせみんなでやっていきます。ゴー。はい、というわけで皆さん買ってきました。私多分、あ、答
これしかないと思った。不思議。その辻褄があった。上手だ。キラちゃん結構綺麗に着とる。そう、綺麗に着た。じゃあまずは最初の1回目の切ってからいこうかな。ちゃんとランキングで調べて、ちょっとファミマにあるの限りがあったんで、ちょっとランキングで調べて、美味しいって評価されてるみりんを買ってきました。はい、みりんです。これは美味しいみりんだ。私これだけ買ってさ、年賀されたい。え、そう、でも一緒に買ってて、これはお酒ですって書いてあったよ。そう、え、なんで、なんで年賀されてるの。年賀されてしかも年賀なんや。年賀くんみりん買って年賀されたらしすぎた。めっちゃ面白かった。で、正解はどうなんですか。おいしいがついたら、おいしい牛乳しかないですよね。あー、やのっぽい。おいしい牛乳で、なんかそれ、ゆきっぺならやっとると思った。なんか何でもなんか美味しいものは何でも美味しい丸々です。そんな美味しいだったんだあれ。本当に美味しい、本当に美味しい、美味しい。じゃあ1回戦目は失敗ということで、ということで、じゃあ次もみちゃん何買ってきたんですか。にゃんちゃらーめんって言ってたので、ちょっとラーメン、じゃーん、醤油かと思って、醤油ラーメン、お醤みたいな、なんとか醤油ラーメン、なんとか醤油ラーメンって言ってたから、うん、これは醤だから、まあ醤油で、アーメンはラーメンかなって思いました。どうなんですか、どうなんですか。答えはゴミちゃんといえば二郎系ラーメン千里眼でした。ちゃんとラーメンの、ラーメンだけは嫌い、ラーメンだけ。え、すごい、え、すごい、すごい、すごい。私、アキラの一番ヤバいと思ったもん。あれ、全然わからない。え、二郎系とか言ってたんや。全然わかんない。まあ、実質ラーメンだしね。三角形、これは割と、割と、あの、千里眼だけだと、分かっちゃうかな。え、千里眼って入ってるから、なんちゃらってなったら、あれやな、ちょっと難しくして。うん、そう、マジか。二郎系千里眼ラーメン、二郎系ラ、二郎系ラーメン千里眼とかって言った気がする。マジで、すごい長かった。二郎系千里眼ラーメン。じゃあ次、キラちゃん。ラスト。お、一つ通したい。私は、じゃん、焼きラーメン。デニーモフラペチーノ、デニーモフラペチーノ、デニーモフラペチーノ。え、マジで、がっつりこれ。なんか芋、芋って言ってた。芋フラ、あのデニーモフラペチーノって言ったんですけど、焼き芋でした。いや、なんかね、フラペチーノ下回りって。お前名前全然違うやん。え、でもなんか芋って聞こえて、芋のものがなくて、なんか。ラ、ラッペ、ラッペみたいな感じ。なんか、フラ、ベニ、なんか、ちょっと、イモフラッペにしよう。フラッペ、イモフラッペみたいな。イモフラッペにしようだっけ。イモフラッペにしよう。ベニショ、ベニショみたいな。イモフラッペにしようみたいなの言ってて。てか、ベが気になってたから、あ、フラッペと思って。うわぁ。でもコンビニにこんなんね。いや、そう。いや、逆に私これ見た瞬間、え、これ以外なくない？これしかない。そう、違う。逆にこれしかなくない？こういうことやで。なんか、なんで私が推測してこうやるの。あなたの最初のところでもう多分みりんになってたんですよ。というわけで、じゃあ丸、三角、バツですね。すごい綺麗に分かれて、綺麗に分かれて、いやー、じゃあ半分ぐらい正解だったっていうことで、割と意外と聞き取れるみたいな。すごい、部分的にね、美味しいも分かったし、意外と逆再生すごくない。すごいね、美味しいとラーメンと芋、意外と伝わる。もう逆再生のステミレイツじゃん。いける、どういうこと、全然分からない。全然分からない。逆再生したら何言ってるか分からない。大会入れようよ、大会。芋ラーメンって聞き取れて、美味しいなのめっちゃ聞こえる。なんで美味しいって言ったら出てる、幅広いみたいな。でも美味しいって1個しかないやん、商品名。美味しい、いっぱいあるから。美味しいもので探すしかない。確かに、あげる、当たったから、やったー。キララちゃん、ありがとう。飲みたかっただけやろ。飲みたかったから頼んだよ。だから私も美味しい牛乳飲みたかったから。ほんとに美味しい、美味しい、やれよ。というわけで、後で皆さんで美味しく頂いて飲みました、飲みました、飲みました。
ということで、じゃあ今日の動画が面白いと思ったらコメント、高評価、チャンネル登録お待ちしております。また明日お会いしましょう。バイバーイ。